こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、ラジコンの動画になります。こちらの WPL ジャパンの D シリーズですね。D12 と D42 のサーボの交換方法について、ご質問いただいてましたので、そちらにお答えするような形でですね、動画でご紹介させていただければと思います。で、ご質問をいただいてたのは、D42 のサーボの交換方法についてっていう形でいただいてたんですけれども、D シリーズということで、この D12 もサーボの交換方法としてはもうほぼ一緒ではあるんですけれども、もう違いとしてはボディの外し方の部分ぐらい。今回の動画では、一応この D、ご質問をいただいていたこの D42 のサーボの交換方法をメインに、ボディの外し方の部分だけはこの D12 もですね、一緒にやっていこうかなと思いますので、まあ D42 の方も D12 の方も、どちらの方も参考にはしていただけるかなと思います。はい。では、まずサーボ交換するにはボディを外さないといけないので、D42 のボディの外し方の方からやっていきたいと思います。まず D42 の場合は、ここですね。ここと、ここ、6箇所なんですけど、1、2、3、4、5、6。ここを外していきます。すいません。もちろん、この作業するときは、まず走行用バッテリーですね。外した状態でやるようにしてください。電源オフで、バッテリー外すというので、そこからですね、作業始めるようにしてください。じゃあ、今のネジ6本ですね、外していきます。はい、ネジ6本外していただくと、もうここがですね、シャーシとボディがこうパカパカっとこんな感じになってると思うんですけれども、あとはここの爪ですね、ここを外していただきつつ、ここを引き抜いていただくんですけど、まあここでこれですね、この配線がありますので、これをこう思い切りガバッと取って壊してしまわないように気をつけてください。ここ外し方なんですけれども、線を持って引かないようにしてください。そうすると壊れてしまうことがあるので、ちゃんとコネクターですね。コネクターの、ちょっと一回外しちゃいますね。コネクターの、ここの形が、まあ、爪を引っ掛けてこう外せるような形になってますので、ここを持って、抜けにくいときはちょっとこう揺らす、こう、こんな感じで揺らしながらポンと取れますので、そのように外してください。あと、稀になんですけど、こっちのカプラーがですね、これちょっとわかるかな。こんな感じで、こう、一緒にこう引き抜けてきちゃうことがあるので、それも一緒に引っこ抜いてしまわないように気をつけてください。このカプラーの樹脂の部分だけ一緒に抜けちゃうことがあるので、ちょっと今戻しますね。今、ちょっと出したんですけど、こんな感じで、これが正常な位置なんですけど、これが一緒についてきちゃうことがあるので、それも、引き抜くときにですね、一緒にこれがついてきて、取れちゃったりしないように気をつけてください。一応取れちゃっても戻せるんですけど、ちょっと戻すの大変だったりするんで、ご注意ください。はい、これで D42 の方ですね、シャーシだけになりましたと。で、続いて D12 の方もやっときます。D12 は比較的他の動画でも何度か、このボディの外し方か、ボディの外し方は紹介させていただいてるかなとは思うんですけども、一応、こちらでもご紹介させていただいておきます。6箇所ですね、同じですね。ここ、ここ、で、ここ、ここ、で、こことここなんですけれども、D12 の場合は、まずこの4箇所外して、荷台を外す。で、あと2箇所外して、前を外す。っていうような流れになります。じゃあ、まず荷台を外していきます。4箇所ですね。はい、今4箇所、ここ、外したんですけれども、それでも荷台がですね、こんな感じで取れます。で、あと、フロントの、このキャビネットの部分外していくんですけれども、この2箇所ですね。ここ、ここと、ここですね。この2箇所外したら、まあ、あとは D42 と似てるんですけれども、ここですね。ここの爪を外しながら、こう外しながら、引き抜く感じですね。で、こちらもコネクタが同じく、ライト用のコネクタが刺さってますので、ここですね。もうここは D42 と一緒です。カプラー取り扱いに気をつけながら引き抜いてください。
はい、これでボディが外せました。これでシャーシだけになったっていう状態ですね。では続いてサーボを外していくんですけれども、もうこれ見ていただいた通り、シャーシは基本的にほぼ一緒なので構造自体は。ただホイールベースの違いとボディの取り付けの違いで一部若干ですね、形状の違い、長さの違いっていうのはあるんで、互換性はないんですけれども、もうほぼほぼ一緒なんで、今回はご質問いただいていた方のこちらの D42 のシャーシの方でやっていきたいと思います。ただやり方は、基本的にはほぼ一緒です。で、まずそもそもサーボどれっていうのが、これですね。これがサーボになるんですけれども、これを外したいんですが、いくつか邪魔になっている部分がありますので、あとはコネクタがこの基板ですね、基板に刺さってるっていうのがありますので、作業しやすいようにっていうので、まず基板からですね外していきたいと思います。で、基板はもうこのネジ一つ、ここですね、ここで止まってるだけなんで、ここを外していきます。このネジ外すともうこんな感じで基板が外せますので、この時点でこのサーボのコネクタですね、で後で組み立てるときにまた説明はしますけれども、一応刺さってる向き、これ間違えると動かなくなってしまうので、間違えないように覚えておいていただくといいかなと。この茶色がマイナス、赤がプラスで、黄色が信号っていうような形になってるんですけれども、この基板をこういう風に見たときに、一番右側、外側ですね、一番外側がマイナスになってます。じゃあこれ引き抜いてしまいますね。はい、これで作業しにくかったら他のコネクタも抜いてしまってもいいんですけれども、また組み立てるときに差し込む場所を間違えたりしてもいけないかなと思いますので、今回はあくまでもサーボの交換ということなんで、他のコネクタはそのままにして作業を進めたいと思います。あ、すいません、モーターは抜いた方がいいですね。ここモーターのコネクタが刺さってるんですけど、モーターの配線がこう来てこう基板に刺さってると思うんですが、このギアボックスを外して作業したいので、ここは基板から引き抜いておきたいと思います。ここですね、コネクタ取り扱いに注意しながら、ゆっくり慎重に引き抜いてください。この爪のところを持ちながら、こう、ゆっくり抜いてあげれば大丈夫だと思うんですけど、でよくあるのが、ちょっとわざと悪い例としてやっちゃうんですけど、このメス側のカプラを一緒に抜いちゃうときがあるんですよ、こうやって。これ今、抜けちゃいましたね、一緒に。この部分、このカプラは本来抜けちゃいけないんですけど、これ一緒に抜いちゃったっていう状態なんですけど、その万が一これ、そもそも抜けないように気をつけていただきたいんですけど、抜けちゃった時はそのままそーっとですね、この電極2本出てますので、でこのカプラの方にはその電極用の穴が2個開いてますので、その穴にこの電極を通すようにしながら戻してあげてください。こんな感じですね。これで一応元には戻せますので、ちょっと向き、向きは一応あるので、それは気をつけてくださいね。この向きで戻してください。今この画面で言うと、基板の外側に何もない平らな面で、内側に溝がある面が来てます。この向きで取り付けて戻してください。そもそも抜けないようには注意してください。はい、じゃあこれで、モーターのコネクタですね、外すことができましたので、このままギアボックスを外してしまいたいと思います。で、ギアボックスを外すには、ここですね。ここのネジとここのネジ、全部で4本か。4本のネジを外していきます。ここちょっとですね、他であまり使われていない小さなネジが使われてますので。で、続けてここですね。ここ。このネジを外してあげて。そうすると、ギアボックスがもう、こう上に引き抜けるんで、でここ、今ちょっと外しづらかったんで、外さずに置いといたんですけど、この時にこう、ネジが4本しっかり外れてさえいれば、こう上に引き抜くようにすれば、ここも自然に外れるんで、これですね、取りづらい場合は後回しでもいいかなと思います。で、ここに使われてるネジが小さなネジで、他で使われていないタイプなんで、ここだけは、ちょっと避けて、置いておいて、で、また戻す時に間違えないようにしておいていただくのがいいかなと思います。で、このギアボックスは、こう外していただいて、プロペラシャフトも分離する形になりますね。こちら側はここにつけっぱなしで大丈夫です。で、今、この状態になってきたと思います。
かなりサーボがそろそろ外せそうかなっていう状態になってきてるかと思うんですけれども、ちょっと邪魔になっているのがこのトーションバースプリングって言って、フロントのサスペンションのこの針金状のものがついてると思うんですけど、これがまあフロントのサスの役割を果たしてるんですけれども、ここがちょっと邪魔になっていると思うので、ここを外していきます。で、ここはですね、4箇所止まってるんですけれども、まずこの2箇所ですね、外していきます。もうちょっと外すとパチって感じで、これこう横に反れてこう外れてくると思うんですけど、全部外したければ全然この2本ですね、もう外していいと思うんですけども、これで十分サーボのビスですね、サーボを止めてるビスにはこうアクセスできる状態になったんで、今回はこのまま作業していきます。で、あと裏側ですね、裏側のこのカバーがあるんですけど、これも外していきます。ここはネジ4本ですね、1、2、3、4本、ここを外していきます。ここネジ4本外すともうガバッと外れるんで、こんな感じでサーボホーンがついてるこちら側の方が見えてきましたね。はい、でここまで来たらですね、サーボをこちら側のネジ2本外せば外れるんですけど、その時にサーボホーンがついたままだとこうガバッと抜けないので、これを先に外しておきます。ここですね、ここのネジを外して、でサーボホーンをちょっと力がいるかもしれないですけど、こう取ってください。でこちら側ですね、こちら側のサーボを固定しているサーボの両側のネジ2本ですね、これを外していきます。ここちょっとコネクタが邪魔かもしれないんですけども、ちょっとなんとかドライバーですね、こうアクセスしていただいて慎重に回してください。はい、これでサーボがですね、こう外せると思います。で、このサーボを、まあ、今回はそのまま戻しますけれども、このサーボをですね、取り替えたいサーボに当然変えていただいて、で、ここからが、まあ、取り付けになりますね。取り付けの手順になるんですけれども、まあ、今外したばっかりですけど、これ戻しますね。で、まあ、戻すときに当然サーボのこう右側に軸、これ今画面で言うと右側に軸が来てますけど、ここの穴に、これもちろん左右間違えるとはまらないんで、こちらの穴にここを合わせるようにして入れていただきます。はい、で、ここのネジは一番使われてる短めで頭のお皿が大きいタイプです。このネジを使って2本ですね、固定していきます。で、これサーボなんでがっちり固定したくなると思うんですけど、まあ、全般的に言えることですが、まあ、相手が樹脂、当然ネジの方は金属っていう形なんで、あまり強く締めてしまうと、このネジ穴の方ですね、樹脂の方のネジ穴のネジ山をこう舐めてしまうことがあるので、あまり強く締めすぎないようには注意してください。まあ、このサーボだけじゃないですけどね、全般に言えることですけれども、はい、こちら側もネジを締めていきます。で、この時にこのトーションバースプリングですね、ちょっと邪魔になるかもしれないんですけど、まあ、場合によってはちょっとこうバーを避けていただきながら、こうネジをうまく締め込んでいただければと思います。はい、で強く締めすぎないように気をつけながら、でもきっちり締めるという感じですね。はい、ちょっとこのあたりは慣れが必要だと思うんですけれども、まあ程よいところでやっていただければと思います。はい、これでサーボの取り付けができましたと。で、この時点でまたここを戻したいところではあるんですけれども、これはですね、ちょっと、ある程度組み立ててから通電させて、操縦ができる状態ですね。操縦ができる状態にしてから取り付けたいと思いますので、ちょっと、後回しにします。なので、先にですね、ギアボックスとか基板とか一通り取り付けてしまいたいなと思います。では続いて、このモーターとギアボックスですね、これをここに収めていくんですけれども、この時に注意していただきたいのが、まあ、2点ありまして、今これそのまま置いたんですけど、このプロペラシャフトですね、これが当然噛み合わせた状態で組み立てないといけないんで、これだと
動力が伝わらないんでダメですよね。でこの時にこのプロペラシャフトをしっかりとはめ込みながらここに収めていただくと、ここがこの状態ですね。しっかりと噛んでる状態で、あともう一点注意していただきたいのは、今ちょうどずれてたんですけど、この樹脂の、白い樹脂メタルがあると思うんですけど、これがですね、今右側にずれてますけど、この位置がちょっと違っていて、はい、こんな感じですね。さっき右にずれちゃっててうまくはまらない状態だったんですけど、これを左側にずらしてちゃんと収まる位置に収めつつ、プロペラシャフトはちゃんとはまってるという状態にしてください。この状態ですね。で続いてこれですね、このパーツを取り付けていきます。で先ほどお伝えした通りで、ここは小さなネジ、一応お見せしておくと、こういう小さなネジが使われてますので、ここは間違えないようにして、この小さなネジを使って取り付けていきます。でここなんかは特に短いビスが使われてますので、こういうところは特にネジを舐めやすいので、ネジというかネジ穴ですね、ネジ穴の方を舐めやすいので、程よいところで止めておくように注意しながら締め込んでください。はい、続いてここですね、この2箇所ネジを止めていきます。でここはこれですね、ナンバー1っていうネジですけど、短めで頭のお皿が大きいタイプ、これを使っていきます。はい、これで、しっかりとですね、4箇所ネジを止めたことを確認して、このモーターのコネクタですね、これを基板に戻していきます。でコネクタがいくつかありますけれども、今この画面で見るとここですね、ここに戻します。このプラスマイナスについてはカプラの形をよく見ていただければ問題なく、間違いなくですね、はめていただけると思いますので、爪が出ている方をこのカプラの溝に合わせるっていう形ですね。で、戻してください。で続いてサーボですね、サーボのコネクタも戻していきます。この茶色のコード、もしくは別のサーボで、黒い場合もあるんですけども、茶色か黒のコードがマイナスになるので、それがこの画面で言うと一番右側になるように、この向きですね、ちょっと一回つけちゃいますね、この向きですね、茶色または黒のコードが一番右側に来るようにしてください。今この基板の向きだと、これ間違えちゃうと、サーボが動きませんので注意してください。はい、これで基板にですね、配線が一通りついた状態なんですけれども、ここでこのトーションバーですね、これを戻しておきたいと思います。ここ外しちゃってると思うので、これですね、これをちょっとすいません、難しいかもしれないんですけど、このコードがうまく下を通るようにしてあげながら、この溝の中にしっかり収めてあげる感じですね。でこう変に噛み込んでしまわないように、ちゃんとこの溝の中にこのコードを通してあげながら、このトーションバーをグッと内側に押し込みながらネジを締めます。でこの状態にしますね。今ちょっともうネジ締めちゃったんですけど、このトーションバーが来て、それをこのネジが、外すときに見ていただいてるんでわかると思うんですけど、このトーションバーが来て、それをこのネジのすごい大きいお皿の形になってると思うんですけど、それで押さえ込む形ですね。それでこのスプリングが効くような形になりますので、このように戻してください。で反対側も同じですね。このトーションバーをうまく収めながら、このネジで押さえ込むと、でちゃんとバネが効いてる状態にしてください。でここまで来たら、この基板ですね、この基板を元に戻していくんですけれども、コードはこうあまり散らからない散らからないように、こううまく下にですね、こう束ね込みながら、ナンバー1のビスですね、この短めで頭のお皿が大きいタイプのネジ、これを使って止めていきます。はい、こんな感じですね。で、この辺りまで来たら、ちょっと
走行用バッテリーとプロポをご用意いただきたいんですけれども、でペアリングしていただくと、このまあもちろん操作するとサーボが動く状態になると思うんですけれども、この時にプロポ側のこのトリム調整ですね、これを真ん中にしてください。真ん中っていうのはこのダイヤルの、ま、中央にですね、こうマイナスマークみたいなのが横棒の溝があると思うんですけども、これが水平な位置ですね。これが真ん中になります。で、こう、一番右だとこんな感じで、一番左だとこんな感じになってると思うんですけども、これをですね、この水平になる位置があると思うので、こんな感じで、ある程度いいので、水平な位置にですね、合わせてください。で、これが、まあ一番ニュートラル、真ん中の状態になってますので、この状態で、まあサーボまだ動きますけど、こんな感じで。このまんまでいいんで、これをですね、で、ステアリングはもうこれ動く状態だと思うんですけど、これを、なるべく中央にある状態。なるべく中央にある状態にして、こう、タイヤがまっすぐ向いてる状態ですね。で、そのまま、これを取り付けます。こんな感じで。そうすると、まあ、このトリム調整が真ん中にある、このトリムのダイヤルが真ん中にある状態で、ある程度、これが真ん中にあるという状態になりますので、これが正しい取り付け方になります。で、これで実際に走らせてみて、ちょっと右に曲がるなとか、左に曲がるなとか、っていうのがあれば、トリム調整のダイヤルで調整していただくという形になります。まあ、この作業、をせずに、なんか適当な位置でつけてしまうと、トリム調整の幅がですね、収まりきらずに、どうしてもこれ以上調整が効かないっていう風になってしまうことがあるので、この作業はですね、必ずするようにしてください。はい、では続いて、サーボですね、サーボホーンのネジを取り付けていきます。まあ、この時は、電源、今すいません、オンのままつけちゃったんですけど、もう、サーボホーン取り付けてますので、オフにしていただいて、プロポもですね、オフにしていただいて構いません。で、このカバーですね、これを戻していきます。これは短めのネジで、頭のお皿が小さいタイプの方、こっちのネジですね、を使っていきます。このネジですね。で、今、すいません。つけていっちゃってるんですけど、4箇所ですね。1、2、3、4。ここをネジで止めます。はい。で、すいません。バッテリーもつけっぱなしだったんですけど、これも外しておきます。はい。これでですね、もうシャーシが、元通りという状態になったかと思います。で、あとはボディの取り付けですね、をしていきます。はい、じゃあまず D42 の方からこのまま、つけていくんですけれども、まず、これですね、このヘッドライトのコネクターが来てますので、これは元通りにしてあげないとライトがつかないので、ここですね、ここにもともと刺さっていた場所に戻してあげます。はい、こんな感じですね。で、ここ、コネクタがちょっと L 字になってて、若干不安定ではあるんですけど、ちょっと、折ってしまったりしないように気をつけながら取り付けてください。で、この配線も変なところに噛み込んでしまわないように気をつけながら戻していきます。こんな感じですね。こんな感じで戻していって、で、ここの爪があると思うんですけど、ここですね。ここを、この爪を、こう、うまくはめながら、で、こことここのネジ穴の向こうに、ボディから来てる、まあ、棒っていうか、あると思うんで、それをうまくはめ込んであげてください。こんな感じですね。で、このあたりさえ先にうまくはめ込んでしまえば、まあ、あと、こちらの方は、自然と、あるべき場所に来ると思うので、この状態になったら、ネジですね。最初に外した、ここ、1、2、3、4、5、6。ここを止めていきます。はい、これで、
6箇所ですね、今全部止めたんですけれども、もうこれで元通りになりましたので、サーボの交換は完了という形になります。であと D12 も一応ボディつけるところまでやっておきます。はい、こっちが D12 ですね。 D12 のボディの戻し方は、まずこのフロントのキャビネットの方からですね、これを戻していくんですけれども、まあ、この LED のコネクタは一緒ですね。これをもともと刺さっていた場所に、ここですね、ここに戻して、差し込んでいただいて、この状態ですね。で、D42 とほぼ一緒なんですけど、この状態ですね、この状態に。で、LED のコードは変なところからこうはみ出したりとか、噛んでしまったりとかしていないかっていうのを確認しつつ、こんな感じですね。この爪をしっかりはめ込んで、ここもネジのところに棒がちゃんと刺さっているかっていうのを確認して、もうこの状態ですね。ちゃんと収まっているかというのを確認して、まずここのネジ2本止めていきます。はい、ここ2本戻したら、今度は荷台ですね。荷台はもうここにガバッと乗せるだけなんですけど、そうすると、この4箇所ですね。この1、2、3、4箇所。ここがちゃんと収まっているかっていうのを確認しながら、ネジで止めていきます。はい、4箇所ですね。止めました。これで D12 の場合のボディの取り付けまで完了という形になります。はい、ではですね、今回この D シリーズのサーボの交換方法についてご紹介させていただきました。また何かこういう作業の仕方がわからないよとかっていうのがあれば、お気軽にですね、コメント欄からご質問いただければと思います。では今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。